ワーディングが好きな概念や単語が使われているので、このワーディングって何ですか？分かんないです。ワーディングとは文章を書くときに表現や言葉遣い、言い回しを統一すること、はい、その文章が読まれたときに最もふさわしいと感じられたり、あるいは誤解を与えないようにどのような言葉や用語表現を用いるかを決めたり設けたルールに統一することですと、うん、NT っぽく書いてあるんでしょうね、はい、ここが、うんはい、今ちょっと横で工事を解体工事みたいなのをしております。はい、はい、すいません、ちょっと雑音が入るかもしれません。雑音ってなんだよって話なんですかねNT にとってはお前の音の方が雑音だよっていう、はい、騒音あ、そうですね、騒音の方が正しいですね、はいはいはい、騒がしい音、はい、騒がしかったらすいませんでは、はい、NT タイプのインタレスト・プラクティス・スキル、うん、興味・実践スキル、どんなスキルも実践によって習得され、それが行われる度合いによって正確性が増し、無視される度合いに応じて減少すると。神経細胞は脳細胞のようであり、使用されなければ休憩し、さらには退化しますと。さらに興味とスキルの間には相互関係があり、私たちは興味を持っていることを実践し、それによってスキルを向上させ、常に実践し向上することでさらにまた興味を持つようになると、うん、興味はスキルを強化し、スキルは興味を強化する、うん、フィードバック関係にあると、うん、したがって合理主義者は戦略的な運用、配置および構築の両方に対する修正の興味、うん、終わるまで、生きるのが終わるまでの興味が日常的な運用かっこ練習を推進し、戦略的なスキルが増加すると興味も増加し、練習量で正確かつ独占的に測定されることを意味しますと。僕こんな喋り方したことないので、はい、なんか今安芸高田市市長になった気分でいます、はいはい、ある意味では個々の人間は一つではなく4つの IQ を持っており、一人の人間が自身の4つの能力を均等に発展させることは単純には不可能ですと。主に多く実践された操作が最も発展し、最も少なく実践された操作が最も発展しないという原則があると。不利な状況に阻まれない限り、この合理主義者は他の人よりも早くはるかに大きな戦略的行動を本能的に実践し、したがって戦術や外交よりも戦略に関するスキルが高くなり、物流、まあ兵端ですね、兵端に関するスキルよりもはるかに高くなると、っていうのがこの先ほどから挙げているこのグラフですと。 NT のプロファイルの場合、物流、まあ兵端ですね、兵端は戦略に比べて大幅に不足していることに注意してくださいと。また外交と戦術のスキルが戦略のスキルを上回っていますが、物流のスキルを上回っており、通常は2番目と3番目のスキルに対して与えられる実践量が中間的であるためですと。棒グラフをもう一度見ると、 NT と SJ が言葉やツールの使い方に関して反対であるにもかかわらず、外交的なスキルと戦術的なスキルを発展させる範囲で同等である可能性があることが示唆されます。なぜでしょうか？合理主義者は理想主義者と同様に抽象的な言葉を使用し、かなり内省的であるため、他人と共感し外交的な方法で話すことは難しくありません。戦術に関しては、合理主義者はこの職人とユーティリティの観点からツールを選択し使用する方法を共有しているため、十分な練習をすれば実際の行動のフィールドで正しい動きをするのに非常に優れた能力を発揮できます。守護者ガーディアンズ SJ は理想主義者と協力的な実施、職人と具体的なコミュニケーションを共有しているため、外交と戦術の両方でレイショナルズ合理主義者と対抗できますと。それぞれの関係性を言ったって話ですよね。な雰囲気が、はい、を受け取りました。で最初のところはちょっと分からなかったですけど、そうちょっと僕かまあ訳がちょっと、はい、間違ったか間違ったか、うん、はい、
SJ も NT も外交と戦略が真ん中にあるので全く逆の場所にいてもそこで共有し合えるってことですね。その価値観のも価値観っていうんですかね、その、まあ、僕の言葉ですいません、外交と戦術に関してじゃないですかっていうふうに言った方がいいですね、はい、それを価値観ってまとめちゃダメですね、はい、私の言葉で、うん、僕の悪い癖が出ましたね、はい、もうそれ価値観でいいじゃんって、うん、価値観は価値観で言葉があるっていうことは、はい、意味が違いますって話ですもんね。外交と戦術は外交と戦あ外交と戦術ですってことですもんね、はい、価値観って言うと他のも全部価値観じゃないですか確かに、はい、確かにです。そういう価値観ですよ、はい、はい。で SJ とで言えばここの2つが似たようなところにあるからあるから協力し合えるよみたいな、はい、申し訳ございません、言葉に使い方に誤りがありました、申し訳ございません、はい、誤されるんですよNT と喋ると、はいはい、SJ は維持の方に向かいやすいのかな、まあ、これはまた SJ の時に、はい、この物流平坦を大事にするっていう、はい、流れってことですよね、滞りなく流れること、流れること、世の CEO のタイプで多いのは、はい、やっぱりこの SJ が多いみたいなのも書いてありました、はい、要はいかにこの流れを作って維持するか、大きくなればなるほど必要ですよね、な気はしますよね。